チャ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 画面がこっち向いてなかったね。なんかいつもとちょっと違うなと思います。あ、そうです。あ、さあ、こんな半分日焼けしそうな、はい、そんな場所で行っております。凄まじい日焼けが、ね、今日はですね、8月の1日土曜日、はい、本日はですね、川口で一番大きなお祭り、はい、今日と明日8月1日2日にわたって行われます、川口たたら祭りというのがですね、はい、行われておる。そちらのですね、バザールステージの、はい、本部席の奥、はい、ちょっとずれてる。ちょっとこれはやばいです。今収録しております。はい、しております。今現在ですね、ステージの方ではですね、ちょうど鬼ごっこがやってる、ね、わけではございますが、はい、残念ながらですね、今日なんか景品トーク止まっちゃったということで、ね、あ、そうなんですよ。神田で事故が、山手が止まってて、それの影響でいろんな JR が止まってます。山手線が止まって影響で、はい、いわゆるこっちに来れない間に合わなかったっていう感じで、まあでも僕が来た時はちょうど動き出し始めたんで、はい、なんとか。ゆきこっちの方がいいでもうガッツリ行く感じで、はい、はい、もうちょうどね、電車なんとなく30分遅れぐらいで、僕がゆきはなんとかかんとこれ、僕ちょっと早めに来たんで、あ、はい、そういうこともありますね。まあ、そんな中で行われております。はい、8月1日土曜日、はい、何しろ暑いです。暑いですね。体感温度38度ぐらい、40度ぐらいになっちゃうんだよ本当に。ここの、この現場はですね、オートレース場の中にありますというか、はい、併設しております、なんだっけ、いわゆる無料駐車場、はい、駐車場の大きなスペースを使いまして、今やってる最中ということでございます。はい、暑いね。本当に暑いですね。フルちゃんめちゃめちゃ暑い。俺も暑いけど、フルちゃんめちゃめちゃ暑い。はい、それではですね、この後ですね、こちらの、バザールコーナー、こちらはですね、川口市商店街連合会、これが主催をさせていただいております。その中の青年部の、今年から代表になりました私、もじゃもじゃ羽鳥。はい、今日関係ダンスに出ます。月島メルです。あ、メルちゃん聞こえなかったと思うよ。いいよ、がっつり。月島メルです。壊れる。はい、そして劇団野心ゆきでございます。放送をお届けいたしますのは NPO 法人まちづくり川口。はい、今日は何をしてるんだ。てつさんは、ね、ネス屋の隣でですね、はい、KBA21 という、入ってる、おう、なんとか入ってる、そんなところで、うん、店長やってる。おかっこいい。店長さん、はい、よって長すごい。本来白井ですとか私ですとか川本ですとかで、その辺がやらなければいけない仕事をですね、てつさんやっていただいてる。えらいです。これからもね、お願いしたいと。何、後ろ、バックが変な。顔は見えてない。顔は見えないから。顔見えないの。見えない方がいいの。見かけたら声をかけてください。はい、本当ですね。さあ、この番組の提供はですね、いつも通り、川口元郷にあります三玉屋用品店、はい、そして西川口駅西口にありますそば処二幸さん、こちらの提供でいつも通り。でも、はい、でも短縮バージョンで。今日は、ね、はい、そうですね、もう、倒れそうなんで。そんな中で行ってみたいと思います。はい、それではですね、うちの連合商店会長、はい、はい、これから呼びに行ってみたいと思いますので、はい、じゃあその間ちょっと下げておいてください。はい、いやもうね、さんさんと照りつける太陽の中ですよ。なんかポエマーみたいだね。本当にたまになっちゃうんだよね、ポエマーにね。いやもう本当ね、ここに来るときにね、無料のさ、バスが出てるって聞いたんですけど、うん、あ、出てるよ、出てるはずだったんですけど、うん、全然わかんなくて結局歩いてきました。ユキとアホなの、バカなの。死ぬのって言われちゃうの。だって普通さ、携帯で調べようよ。もうね、もうそれどころじゃない、暑すぎて歩いた方が早いわ。駅の中にいればいいんだよ。あ、そうなの。駅の中涼しいでしょ。みんなね、あのね、本当ここに来る人ね、絶対乗り物使ってくれって思った。当たり前でしょ、俺一人だけだって歩いてんの。ユキアホ、俺ね、本当バカ。去年もね、歩いてきたの、信じそうになりながら。ユキってバカでした。いや、いい年こいてね、乗り物も乗れないこんな男ですけれども、うん、皆さん本当に ね、バスはね苦手なの。おかげでね、なんかね、ちょっとね、いろんなところがね、ちょっと麻痺してきて、うん、脳みそがね、もう回らなくなってきてんだよ、ね、誰かメルに野外専用クーラー買ってほしいよ。本当に欲しい。あ、来ましたね。あ、おはようございます。あれ、クレヨンしんちゃんじゃん。
それではですね、このたたら祭り商店街連合会のこちら、はい、バザールステージというところですけれども、そちらを担当して、それの頭ですね、はい、松下さんです。事業部長松下さんでよろしいですか。よろしくお願いします。こんにちは、バザールコーナーのプロデューサーを受けたまっております、はい、松下寿太郎と申します。よろしくお願いいたします。ご職業は不動産屋さん。不動産業をやっております、はい。それで住んでるところとかお店っていうか北園でしたっけ。北園町ですね、はい、まあ、北園です。北の果てでございまして、浦和に近い方です。浦和のそばです。はい、そんな感じでですね、我々商店街連合会は、まあ、このたたら祭りに向けまして、はい、大きな枠のたたら祭りプロデューサー会議、はい、等々にも松下さん全部参加していただきまして、まあ、今日に至ったと、まあ、それまでに都度となくこういろんな会議があったりとか、まあ、我々ね、事業部なんで、はい、これ事業部なんですか。そうです、事業部です。そうです、羽鳥さんもね、事業部です。はい、まあ、そんな中でですね、はい、いろいろ会議を重ねながら、まあ、今日に至ったと、はい。まあ、何しろ暑いもんですから、まあ、我々としては何しろ事故がないように、はい、そんな風に考えております。あと、それでは松田プロデューサーの方から、はい、たたら祭りの、はい、そうですね、はい、お話を、いわゆる出店店舗数がですね、はい、約70件ございまして、はい、飲食関係が50店舗、はい、物販関係が20店舗、はい、それと舞台関係がね、2日間で約50演目ぐらいね、そんなになります、すごいですね出ていただいてます。これ実はね、私どもは全部素人の、ね、方にやっていただいております、うん、プロの方は一人もおりません。まあ、多少経験のある方もいるかも分かりませんけれども、まあね、はい、ほとんどはね、素人の方の集団の、バザールコーナーということになっておりますので、はい、もうできるだけ皆様方に楽しんでいただいて、はいはい、2日間ね、うん、また2日目の夜は花火もございますのでね、はい、皆さんね、本当に楽しみにしておりますので、2日間無事故でね、楽しくやっていただければと、はい、願っている次第でございます。はい、まあね、来年もね、今年はまず大成功かな、天気とりあえず、今どうぞですからね、まあ、何しろ暑くなりすぎないことを心から祈りたい、はい、本当に水分補給だけは、本当にもう皆さん、ちゃんと取ってください。やばい、ね、まあ、そんなことでですね、まあ、いわゆる、雷も鳴らずに、ね、はい、風も吹かず、雨も降らず、はい、あんまりたたられ祭りなんて言われないようにね、最近調子いいですよね意外とね、風は吹いてほしいかな、そういうことはね、調子よく来ておりますので。そうですね、それで、ね、会場も全体もみんな静かになってまいりましてね、はい、昔のようにしょっちゅうね、いざこざだとか、そういうものが全然なくなってきました、はい、命がけでやる必要ないです。数々の逸話もね、松下さんから聞かされてねもうそんなことあったんだみたいな、いろんなことがありましてね、さすが川口っぽいなみたいな何でもかんでも私が全部解決します。もうこう見えてやるときやる男ですからねはい、そんな、松下プロデューサーを呼びして、はい、たたら祭りバザールステージのお話を少し聞かせていただきました。今日はありがとうございます、はい、ありがとうございます。長丁場です、お互い頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、松下プロデューサーでした、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、若干手がしびれてるんだよね。私ね、もう全身ね、ちょっと濡れてる感じがする、もう熱くて、やばい、ね、こうやってちゃんとまともにやるんですよ、俺実はすごいんです。これセペペペやってるけど、ね、ああいう大先輩でもいろいろ会議素晴らしい方ですね。ペペペペペしてますけど、まあそれでいいかみたいな、ね、そんな感じでね、まあそういう大人たちに守られ、こういうお祭りね、一個一個の授業が行われているということを理解していただきたいかなと、はい、何しろ暑いね、こう暑いですよ、これ大丈夫ですかまあいいんじゃない、腕ぐらいこんがり、うん、こんがりこんがりこんがりハトリ、まあそあとはもうなんか、まあ、鬼ごっこ呼んできましょう。メンチやりますか、メンチ、いいよ、のぐちゃんでいい、何しろ物がないとね、うん、物がないと、うん、次にお話しいたしますのはね、我々の市内、川口市前川、前川町ですね、はい、そちらの方で、いろいろ町を挙げて取り組んでおります前川メンチというのがございまして、それの試食会込み宣伝 PR と、去年も美味しくいただきました、美味しい、あれ、それではちょっと業務の方がありますので、ちょっとユッキーまた繋いでいてください。わかりました、はい、前川メンチはね、去年も僕いただいたんです。カマケンダスリン来たの、おね、それどう違います、この音楽じゃないですか、違う、あ、流星、流星の音楽でしょ、これ今流行りの、え、流行ってないよ、え、そうなの、
流行ってないから若い人はみんな踊るんじゃないのこれ。私さ2、3週間前まで知らなかったもん。あれそれはだって遅れてるだけでしょ私はね遅れてないの中学生流行を先走って中学生のくせに流行に遅れちゃってる子でしょ。流行に先走りすぎてる人なんです流星まで俺ですら流星知ってんだよ。だってユッキーはほら凡人だからもうラベル未来の人だからさ。凡人ですけどそれでもなんとか生きてるよ。うん大丈夫大丈夫。メルちゃん今日出番何時なの。今日メル1時からカーケンダンスでパタトンと MC しながら踊ります、うん、あらそれじゃあ俺ちょっとあそこの熱いじゃユッキー戻るんだよしっかり。俺は日向で俺もさ今のこの時点でちょっと腕痺れてんだよ。私もそうだよちょっとやばいでもうねロレツが回らなくなってきて。若い子が頑張っておじさんが頑張んないでどうするの。脳卒中なんじゃねえかって思うぐらいねちょっと今だからさ若い子が頑張らないでおじさんが若い子が頑張っておじさんがじゃあお兄さんが頑張らないでどうなるんですか、お来たあ美味しいメンチ屋さん前川メンチメルこれ大好きなんだよ、ね、俺もすげえ好きこれ梅がさっぱりする来ましたよおしゃれな上りがそれこれいいですね。かわいいよね。かわいい本当腕がしびれてる。嘘でしょ。本当本当曲がらなくなっちゃった。はい、ね、曲がるじゃん。俺が持ってるわけにもいかないこれパキパキってやったの雪でね雪の、それではご紹介いたしましょう前川町商店街会長よ前川中央が入るんだ中央商店街会長岩谷さんでございます。どうも皆さんこんにちは。はい、わざわざこっち来る。いやいやここでいいここでいいここでいい彼女のとこはダメなんだダメだ奥さん怒られちゃう。奥さん怒られちゃう。いいよ娘いいからいやいや娘いかんが怖いのよはいそんな感じで岩谷会長でございます。はい、去年まで俺と一緒にこうステージ関係のタイムスケジュールとか合わせていただいたり、うんうん、そうですね、そんな感じで、はい、今日はマイカーメンチということでこちら、はいはい、これ可愛いイラストが入ってます。これはもう美味しいですよ、ね、本当に美味しい。川口名物になっちゃう。川口名物もなった。今まで前川名物だったんだけどこれ今年から川口名物最近ですと前川の小学校だっけ。あ、そうなんですね。給食に出ちゃった。おーすごい。前川東小学校いいもう最初力あるからいいな給食のおばさんうってこううーとかさせといてそこにメンチ並べちゃった。はいいいなこれ給食で出てくるらしいね。ここはスタジオだからまあいろんな方がそんな感じでマイカーメンチ、今日もですねこちらバザールステージのですね、はい、本部から一番近いところ、はい、そちらの方で揚げたてを販売しております。いいですね。これ後で買いに行きます。暑いけどね。150円に暑いもん。1個150円だよね。2個でも300円なんです。2個300円これは安いですね。同じじゃない同じじゃない同じじゃない本当これねソースなしでも食べられる。で、ね、中にですねちょっとだけ甘い梅が入って、はい、それが言われないと分かんないレベルで非常になかなか美味しいです。はい、いいアクセントになってるんですよ、ね、そんな感じで僕も大好きなんですけれど今日の目標販売個数は雪にアクセント今日1000個、はい、明日明日万個おまあいいや、はい、大変な数だと思います、うん、いやじゃあそんな感じで一生懸命売っていただきたいなそうですね。はい、マイカーベンチ宣伝させていただきました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ2日間頑張りましょう、はいはい、どうぞ食べてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。後で人数分いただけますからね。あと2つだけじゃん。メンチいただきた。はい、岩谷会長でした。いや、いいですね。岩谷さんちはですね、梅屋さんの、うん、梅干しなんかを売ってるお店もやそうなんだね。美味しいよね。もう庭では評判のね、梅屋さん。非常にいい味。こんな感じでですね、今日まあザクッとお届けしますけど、はい、今15分ぐらい。はいはい。でももしかして食レポした方がいいかな。何？食レポ？あ、食レポ。もらっちゃったから。いいじゃないよ。終わってから食べる。食べる。さあ今日はですね、はい、まあ、たたら祭りの現場、うん、そちらの方で放送させていただいておりますけれども、これからですね、はい、いろいろと我々のステージではいろいろ行われる、はい、ほいほい、この次にですね今 N ダンスっていうところが、はい、これから、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おーすげー、やったー。ありがとうございます、ね、こういう非常に優しい前川中央商店街嬉しい。ぜひ皆さん遊びに行っていただきたい。あの川口でいうとシダックのシダックスの先ぐらいの、うんうん、そちらの方で、はい、ぜひ遊びに行っていただきたい、そんな風に思っております。さあ、ステージスケジュールですけれども、はい、この後ですね今 N ダンスなんていう、はい、結構人数の多いダンスチームが踊っております、うん、その後川県ダンスよー川県ダンス川県ダンスよし、これね
ピッコピッコピッコわからない。ちょっと繋いでてください。はい、これスケジュールです。いいじゃん。はい、それではスケジュール発表したいと思います。淡々と言っちゃうの？行こう。行っちゃう。とりあえず、行かないと。今やってるのが N ダンス。100人って書いてあります。100人すげえ。すごいのが見られるんだね、じゃあ。ね。で、次が、カーケンダンス。カーケンダンス出るやつね。そう、出るよ。メルちゃんも出るよ。鬼ごっこも出るよ。鬼ごっこも出るの？出る。あと、次が川口マイスター合唱団。おうおお。あの子供たちによる合唱だね。そう、合唱。あとスイングリリー、シソ。それはそれ出ない。それスイングリリーさん今回残念。ああそうなん。時間が合わなかった。はい、川口市立青木中学校。はい、青中吹奏楽。おお、はい、素晴らしい。ね、地元ですからね。頑張って演奏していただきたいと思います。はい。あれ青中ってどこに？まあいいや。はい、まあいいや。青中？うん。はい、その次、はい、イエス交流バンドさん。違う、YED 交流バンドっていうの。 YEDK、はい、マイクはめっちゃ後で食べますいただけますか。大丈夫です。交流バンドさん、はい、これは私出ます、うん、おぉ私出ます。これはぜひ見てください。これパーカッションで参加です。あ、いいですね。ハタリじゃんってなるかも。結構目立たないような感じ。またあの素晴らしい歌声は披露してるんですか？ないです、ないです。喋、はい、りもしないです。え、喋んないの？はい、演奏に徹するという。じゃあ次、ちょっと珍しいパターン。珍しいです。あんまりない。次行きましょうか。はい、次は新月十日さん。新月十日。はい、これ女性4人グループですね。かっこよさそう。あ、かっこいいです。マジっすか、はい、いいね。次、その後ですね、はい、うちらの KBE の仲間であります、うん、カスク&シルの川本さん率いる、ほう、本人なんか出ないって言ってたけど、ええみたいな。2時間に及びますジャズナイトというのをですね、ちょっと特徴あるステージ化を目指しまして、まあ多分ここだけだと思うんですけれども、夕暮れから夜にかけて、うん、ね、その頃にはきっと涼やかな風が流れているであろう、うん、ね、ちょうどあのですね、日程がかぶってましてっていうか、小田橋の花火大会、小田の花火大会、こちらがですね、今日、あ、今日なんですか？ないですよ、今日なんです、うんうんうん、それなんで、あらかたのお客さんはそちらに行ってしまうかなと、うんうん、そんなこともありながら、ちょっと我々に近い年齢層、はい、花見か、もうあんなコンデントが行って虫に食われてよっていう人は、こちらでゆっくり飲んでいただこうかなと、はい、そんな趣旨で作ります、はい、ジャズナイト。ジャズナイトいいですね。プロデュースバイカモス。素晴らしい。いう感じでございます、はい。さあ、そして次、はい、日曜日、明日でございますね、はい、始まりは10時からです。はい、はい、故郷という、太鼓のグループの魂が震える、はい、故郷、魂が震えるとで、こちらの演奏からスタートし、うちの松永会長がご挨拶を差し上げて、はい、そしてまた始まる、はい、その後ですね、飛びです。飛び、うん、飛び10時50分から川口飛び組合の皆さんがですね、飛びが来るんですか？いますよ、うん、かっこいい。上の方登っちゃった。あんま伸びよ、登らない。次、それからですね、11時半から南平ジャズダンスクラブ、お、ジャズダンスクラブ。そしてその次、ビバットちゃん、おー、パト、はい、こちら女子プロレスですね、うん、素晴らしい。ワラビー、次はね、ワラビー、ワラビーズ、ワラビー、それから滝口ヒップホップダンスクラブの皆さん、5分間ヒップホップ、はい、1曲だけど、おー、で、その後ちょっと飛びまして、12時55分からアイアイというフラダンスの、はい、あ、フラダンスいいですね、はい、ね、夏こんな感じだといいよね、うん、いいですね、はい、さあ、そして次ですね、川口交響吹奏楽団ミニコンサートということです。これが13時30分1時半から行われます。次、うん、さあ、その後、はい、なんとなんとなんと、でもニンニンじゃんって本当か、あ、本当にあるんですか、ニンニン、今日あれだと思う、変身したら大変そうじゃない、これ書いちゃったけど、これ本当なの？ニンニンじゃ不安です。今日の演目が、あれ、なんだか女の子のさ、はい、変身するやつあるんだ。へぇ、シン。女の子の変身するのはプリキュアぐらいしか分かんない。そう、プリキュア。プリキュアだって言ってたよ、今日。あららら。だから明日どうなるか分かりませんけど、多分ニンニンじゃでしょ。ニンニンじゃが来ちゃう。こう書いておいて誰も文句言ってなかったんで。はい、さあ、そして次、これはですね、次はビンゴゲーム、ビンゴ大会ですね。私1位目指す。はい、トップはですね、3枚、はい、3組があります、うん、それがディズニーランドペアチケット、まあ、素晴らしい、いいですね。これが3組の方に当たります、ね、ネズミランドじゃありませんから。そして次、うん、これがすごい、浦和レッズファンの方必見、お、浦和レッズの、浦和レッズからですね、川口氏が、T シャツをいただきます、その T シャツに、はい、今最新の T シャツ、おうおう、それにご自身の好きな方のサインをもらった、なんすかそれ、誰々さんのサイン入りではなくて、直接お願いをして、それにサインをしてもらって
帰ってくる。めちゃくちゃいいじゃないですか。なんすかそれ。すごい企画。かっこいい。明日レッツファンの方必ず来て、ビンゴゲーム参加していただきたいと思います。トゥーリオいますかね。トゥーリオ。まあそんな困難もありまして、ビンゴゲームはあのトップの方の方から好きな順にあの商品を選ぶという形にしておりますので、はい、去年テツさんは1位だった。え、そうなのにビール2位か。テツさん2位だったんだけど、泣き叫びそうな子供たちの顔を見てディズニーランドのチケットがなくなっちゃうみたいなそんな感じだったんで、テツさんは一歩下がってビールにした。優しい。やっぱ違うな。お前今年はもらうでも3位で、4位だったのが泣いてる子供だったらどうする。あげちゃいそうだな。メルちゃんとか入れよう入れよう。まあそんなこんなもある。どうセブ、今ラジオ生放送中です。えこれ生放送中ありません。どうですか一緒に。はいはい、商工会議所専務が、いましたね。はい、そんなところです、はい、リンゴゲーム。それとですね、まあ大きい商品はそんなもんかな。でもかなりの人数が当たるようにしつらえてありますんで、相当豪華ですよね。1枚500円、全然いいじゃないですか。1枚500円で、買っていただくと最終的に全員にジュースが当たります。あら、はい、そんなこんなもありますんで、うん、チケットが300枚ぐらい、はい、そのビンゴカードが、はい、うちらの方で300枚ちょっとかなぐらいしかないので、はい、300分の3ということは100枚買えば1個のチケットは当たるというこういう確率です。そうですね、はい、まあ、確率と言っていいのかどうかは、どうしても当たるっていうものを経験した人はやっぱり、あ、まあ俺の3連服より当たるな。まあそんな感じです、はい、これがビンゴゲーム。それが40分間行いまして、はい、15時40分からサムライローズ、こちらのステージになりますね。これお姉様方のアイドルグループ、うん、はい、ということ いですね。さあ次16時20分からはお待たせ、じゃん、川口が誇るスーパーイリュージョン、お、はっ、もえもえサワーズも出ました。あらら、イリュージョンすごいですね。こちらですね、ヘラシブリという金属を曲げて伸ばして叩いて伸ばしたかっていう金属加工業者で、真面目な番組でも、はい、いわゆる名工として称えられております。お、白鳥さん、はい、こちらの方々で、あ、NHK も出られてるんですか。 NHK のまともな番組、すごいですね。その変なイリュージョンやってるよって話じゃなくてイリュージョンNHK で出るってことはすごい真面目ですよ。はい、そんな番組も出てるすごい腕の方です、はい、ね、技術の町カメス、こちらの波にふさわしい、うん、そんな会社を経営なさってる方です、はい、そちらの方が行います。イリュージョンが行われます、うん、さあ次、今度ですね、これはニコーさんのお知り合いであります。お知り合い、お知り合い、ニコーさんがファンなんです。ニコーさんがファンなの、はい、ね、うちのスポンサーになっておりますニコーさん、はい、こちらが呼んできてくれました、はい、足太です。足太ペンタちゃん、足太ペンタちゃん、川口カラフルリリー、お、カラフルリリー、それの合作、合作ステージ、はい、もうメル猛練習してますから。マジですごい。もう昨日3分間、うん、休憩なしで水も飲まずに、うん、もう音楽つけっぱなしでずっと踊ってましたよ。すごい、休みながらやるべき。でもそれくらい頑張ってる。まあそれくらい頑張ってる。足太ペンタって何ですか。足太ペンタって、あの、ニコニコ動画っていう動画、うん、動画サイトの、そう、ニコ動画ですね。超有名な、可愛くてめっちゃ垂れ目で、うん、超可愛いタヌキみたいな女の子です。そうそう、うん、あ、女、あ、なんかゆるキャラとかじゃなくて、違います、ダンサーの名前、ダンサーなんです。ダンサーです。はい、すっごく可愛いです。はい、それとカラフルリリーが一緒に行うというステージを楽しみください、はい、うん、そして17時50分からですね、サウンズクロス、サウンズクロス、これは男性3人組のハモリグループ、はい、イケメン、なかなかイケメンですね、なかなかイケメン、イケメングループで、タオル振り回すんですよ、はい、ライブ中に。なかなかいいバンドなんで、ぜひ、聞いていただければなと思う。さあ、花火も近づいた、今日この頃ってこともねえか。最終の出し物がですね、はい、どうぞ機械組合の差し入れいただきます。ありがとうございます。今生放送中なもんですから。ああ、すみません。いやいやいや。成形人でですね、いつも一緒に、飲んでる、はい、会議ですよね。はい。そんなね、こういろいろ組合がありまして、そっちから、ね、はい、いろいろこう、わーって持ってきてくれたりとか、こっちも持ってったりとかしながら、楽しいお祭りを川口全体で盛り上げてるって、はい、そんな形であります。そして最後、あ、どうぞどうぞ、そんな固くならないやつ。
病気シスターズ&病気シスターズ&辻井さんのバンド、こちらが、今年のファイナルを飾っていただく、はい、ということになります。これはお姉様方の、ね、ロックバンド、そしておじ様方のロックバンド、こちら芋の関係ですね。芋の関係、やはり川口的存在なんで、下の川口を、はい、お願いします。もしかしたら俺も出るかもしれない。いいですね。ドラムなんか歌なんだかわからないけど、でかもしれない、かも、あくまでかも。ドラムやりながら歌う、うん、ドラムだけかな、どっちかな。いや本当は萌えちゃんなんだけど、はい、萌えちゃんは体調崩しちゃって、あらら、寄らなくなっちゃったかもしれない。萌えちゃん今鋭意療養、療養中、なんとかね直してきてほしいですね、はい、頑張って。まあそんなことがありまして、はい、19時45分からは皆さんお待ちかね、はい、花火大会が始まります。そうですよ、今回約3000発の花火が、すごいよ、川口の夜の空を彩ってくれると、そういうお話でございます。はい、いや花火超楽しみ。まあ大鳥市場に来るの大変です、うん、その時間になって、あそろそろ花火だからなんて言うと、うん、大変なことになります、ね、大変なことになりますよ。だいたい20万人ぐらい来る。あらららら、すごいな。すごいですよ、すごいすごいお祭りです。20万人はすごいですよ。西川口駅から夕方過ぎに日曜日こちらに向かおうという方は、うん、諦めて普通のバスに乗って、そうです、ね、お金払ってね、うん、進むところまで進んで、あとは歩いてきた方が早いです。そうですね、はい、その方がいいと思います。一応私はそのようにお勧めしております、はい。まあ、ヨッキーは乗り物の才能ないから歩いてきた方がいいと思う。サムライローズ、そうね、俺本当に乗り物の才能ないもんね。ね、はい、サムライローズさんから電話が集まりました。調べればいい、はい。まあ、そんな感じでね、1日2日、はい、1日2日ですね、はい、という流れになっております、はい。このたたら祭りはですね、川口市全体のいろんな組合、工業組合、さっきもね、機械の人が来てくれたりとかですね、そんな組合がそこそこのブースを使ってとか、それでいろんなものを提供し合いながらお祭りを広めていく、はい、っていうか楽しんでいこうなんて、そんなたたら祭りでございます、はい。そんな感じですかね。そうですね、そんな感じですね。これでもう約30分だもんね。あら、早いもんですね。すごいな、早いもんでございます、うん、早い早い、別に大丈夫です。まだトラブルですか。カラオケの CD 誰の？カラオケ？いや本人にもらって。マサト。え、俺知らない。マサト、はい。マサトの？はい、わかりました。これからですね、マサト率いるカワケンダンスが、はい、うん、もうすぐです、ね。30分後に始まります。やばい、メルヘラ着替えないと。そうだ、メルちゃん着替えか。うん、そう。じゃあそんな感じでですね、今日はあの30分と。チャチャチャラチャ。さあ今週も続けておりました。今日はショートバージョンですね、川口オートレス場から第37回たたら祭りバザールステージから特設スタジオからお送りいたしました。それではまた来週は普通の放送にきっと戻る、でその次休みぐらい思うんだ、っていう流れになってると思います。我々もですね、商店街連合会の一人として、そしてステージ側の人間として一生懸命働きますので、ぜひ応援しに来てください。そしてビールは KBA で21で買っていただきたい、そんな風に思っております。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はいはい。この番組の提供はですね、川口元郷にあります三玉用品店、そして西川口駅西口そばどころニコさん、ありがとうございます。ニコさんもう向こう行ってんだろ、あ、もう今日だ、明日だ、ニコさんですね、頑張ってくれると思います。そしてお届けいたしましたのは NPO 法人まちづくり川口、放送担当いたしました私もじゃもじゃハトリ、ちょっと言ってて、はい、次週おめでとう、劇団やしんゆきでした。ゆきわざわざ言ってくれました、ありがとうございました。それではまた来週、またねー、ちゃんと水分とってね、暑いよ、暑い、ありがとうございました。お疲れ様です。もうやばい、メロン水飲みたい。